皆さんこんにちは、武田塾の高田です。カノです。今回は偏差値70を超える参考書5選。偏差値70を超える参考書、これ1冊やれば70超えちゃうんですか？そういうことではないですね。もちろんね、1冊これ終われば完璧だよなんていう参考書はないんですが、はいはいはい、この参考書1冊をやることによって70代が見えてくると、うん、つまりそれまでの蓄積があってこそっていう前提はあるんですけど、うん、まあ、そこから最後ね、グンと70を取らせてくれるよ、ね、なるほどなるほど。まあ、偏差値60代の子で70の壁に苦しんでる人がこれやることによって変わるかもよみたいな、そんな一冊ですね、うん、これ楽しみです。これはね、やっぱね、今見てくれてる子たちはみんなね、難関なしもぐらいなんで、うん、ぜひねこれを知って君のね得意科目を70突破させよう。まず英語からいきます。はい、英語はポレポレです。難関大学目指す人にやってほしい一冊ですね。ポレポレといったらね、もうみんなよく聞いてると思うんですね、はい、でいずれ自分もやんなきゃいけないな、うん、いずれ来るポレポレに備えようとみんなね思ってると思うんですけど、このポレポレをやるとなぜ伸びるか、これね、うん、実は今回伝えたいわけですね。はい、お願いします。よくね言われるのが、ポレポレの例文ってめちゃくちゃむずくて、あんな例文出ないからやる意味ないよ、こんなね意見も結構あるわけですね。確かにちょっと古めの文章多いイメージがありますね、構文も複雑だったり。そう、ただ実はそうじゃないんだっていうのをね、今回知ってもらう必要があるわけですね。なぜポレポレをやる必要があるの、うん、そしてやると伸びるのかっていう話なんですけど、ポレポレはね、みんなねペラってこうね表紙をね一枚めくって左側をね見てほしいんですね。そしたらあれですよね、結構ゼブラ柄というか、うん、肌触りのいいやつがね、そうそうそう、あのね、カバー外すとね、ちょっと趣味の悪いあの表柄のねカバー外したらこれ使えねえよみたいな、恥ずかしくて電車でこんなん読んでたら趣味悪いって思われちゃうよ、ね、本じゃないんですよ。そうそう、キャンペーンの方ですね。そう、カバーのとこ、カバーのめくったところに、ね、書いてあるんですけど、はい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 、覚えてますよ、スワヒリ語でゆっくりってね、うん、そうそうそう、それはね確かに表に書いてあるんじゃないかな。表でしたっけ。そう、表に書いてある。雄大なんかサバンナをイメージして、そうなの。そう、ゆっくりとした気持ちで受験生にはいてほしいっていう西先生のメッセージですよ、ね、そうそう、ちょっと今喋らせて。そこじゃないから、そこじゃないの結論ね。そう、はい、書いてあった言葉は、はい、基本例文50を使って英文解釈に絶対必要な基本プロセスを学ぼうって書いてあるんです。あ、基本やったんすか。そう、結構難しいなって、しかも例文って言ったら一文とかのイメージですけど、うんうん、なんか結構長めのなんかドーンみたいな例題15だよ、名古屋大の問題あのライオンマークついてるからね、もう難しいよっていうレベルなんですけど、うん、そう、ただこれね、重要なのは、はい、その同じレベルの文章が出てくるからポレポレやろう、これ間違ってるんですよ。間違ってる。難しい例文を題材として扱うことによって、実はそれが基本的な解釈プロセスを学べる題材なんだって、うん、ここにポイントがある。これを見誤っちゃうと、うん、あんなレベルの高い文章は出るからポレポレやんなくていいっていう意見になっちゃうわけですね。どんな文章を読むときにも、どんな風に頭を動かすのか、何を考えながら解釈をしていくのかっていうのを実は学べる一冊なわけですね。もちろんね、難しい文章めちゃくちゃ難しいです。ただそこで心が折れないでほしくて、初見で解いたときに全然読めないよ、今までの勉強何だったんだ、ならなくて大丈夫です。最初は読めなくていいから、その解説を通してどういう頭の働かせ方、思考プロセスを経て訳出ができるのか、構造を捉えていくのか、それを知ることに価値がある。でそこで学んだその解釈プロセス、思考プロセスっていうのは、統計だったりのポレポレと比べると文章全体のレベルはね、もちろん低いわけです。まあ、むしろやっぱ各大学の文章から難しい、解釈しづらい文章を持ってきて、それを題材にしてるから、全体の文章はもっと簡単なんですよ。そこで基本の思考プロセスをしっかりと運用することによって、早く正確に解釈できるようになる、そんな一冊と、うん、ちょっとポレポレ愛が出てちょっと明日語っちゃったんですけどはいはい、はい、これを知らないとね、ポレポレをやらずになかなかね、ずっと解釈で苦戦したりとか、うん、なんかね速読力不足で時間不足にね苦しむ子が多いので、まあ、ちょっとね今回話させていただきました。やると感動する一冊というか、驚きのある一冊なんで、まあ、偏差値60代でくすぶってる人は手出してみてもいいかもしれないですね、はい、じゃあ次は何でしょう。続いては現代文です。2冊紹介します。はい、1冊目、現代文と格闘する。格闘するか、これもオレンジの表紙ですね。メラメラと燃え上がる炎のような表紙で、そうそうそう、格闘するんだっていうね、意志を感じられる参考書でね、手に取るとちょっと熱かったりすることもありますからね。分厚いですね、うん、まあ、70超える人にはやってほしい一冊ですか、うん、そうなんですよ。これもちょっと誤解がありがちな参考書なんで、はい、今回取り上げさせていただいたんですけど、はいはい、誤解の多い参考書5選でしたっけまあ70をね超えたい人って、はい、どこ志望の子が多いんですかね。早稲田とかのイメージですね、早稲田、旧帝あたりになってくるわけですね、はい、特にねやっぱ現代文で70超えたいっていう子って結構ね、早稲田志望のことが多いわけですね、はい、難しいですかね今後は。そうすると現代文と格闘する、あれ記述問題多いぞ、お問題は、ね、早稲田はマークだ、やっても意味ないんじゃないか、形式が違うじゃないか、うん、まあ、こんなね風によく言われるわけですね、うん、違うんです。
現代文のこのね60から70を超えられない子、いつまで経ってもブレが生じちゃう子って、うん、どんな勉強法をしているイメージありますか？浅いイメージありますね。読むのが浅い、ちゃんと読解できてない。そう、解放の方にばっかり意識がいっちゃうとか、はい、選択肢とこう照らし合わせて選択肢を切ることに夢中になっちゃってる、はい、そうですね、違う、うん、そもそもやっぱ本文の文章をいかに正確に読むのかっていう、うん、ここが実はそもそも現代文の根本になってくる部分じゃないですか、うん、これを学べるのがこのね格闘するなわけです。結構ねいろんな作業をさせられますよね、うん、こう重要なワードに丸したりとか、うん、用紙を書かされたりとか、うん、本の中がいろいろこう書き込むような仕組みになってて、うん、現代文本当に読むってこういうことなんだみたいなのをね、うん、こう痛感させられるようなそんな一冊になってますね。そうなんですよ。記述の問題とかを通して正しい読み方を学べる、はい、だからこそその勉強っていうのが、うん、早稲田とかマークだけの大学にもしっかりと生きてくるとですね、うん、なんか僕生徒には開発講座と格闘するに関しては問題をおまけって言ってますね。だから文章をちゃんと読むためにやる一冊だから問題が記述だどうだとかね、マークがどうだとかね、ちょっと質問としてはもうナンセンス。文章を正しく読むための一冊として取り組んでほしいなっていう思いがありますね。続いて2冊目、はい、船口最強の記述トレーニング。いいですね、もう好きな一冊なんですけど、何がいいのか、はい、もうこれは高田先生にじゃあ今度語ってもらいましょうか。まあ、今回偏差値70を超えるって意味で言うと、うん、まあ、ちょっと前頭記述をイメージして僕話してるんですけど、はい、前頭記述で偏差値70を超えるならば闇雲に記述の答案作ったってそれは超えないわけですよ。正しい書き方っていうのが記述ではあります。で、良くない記述の書き方としては文章を読んで情報を拾ってきてとりあえず詰め込んでみたいな記述答案が多いじゃないですか。でもそうすると部分点はかすっても完全答案は書けないんですよね。で、その完全答案の書き方を教えてくれるのが船口の記述トレーニングだと。だからまず傍線部をどう分析していくのか、どう情報を拾っていくのか、でどう正解の答案を作っていくのか、そのプロセスが全部書いてあるので目から鱗だと思います。正直言って暗講書でここまで記述の書き方学べるんだみたいなね、そういう一冊になってます。やっぱりどうしても記述とかも、はい、なんとなくここら辺だろうって思って明確などういう順序でこう回答していくかっていう方針すら持たずにがむしゃらにやっぱ取り組んじゃうことがいるわけですね。いきなり書くことがもう本当ナンセンスすぎる、うん、まずメモにこれとこれとこれってちょっと要素を抽出して、うん、そっから作り始めないと人にやりすぎ記述。料理で例えたら分かりやすいんですよね、はい、あ確かにそうですね。もうレシピもなく、はい、とりあえず材料ぶち込んで炒めました、はい、できました。それはちょっとね味怖いな。男飯みたいなね、たまたまうまかったりもしますけどねそれでもセンスある人なんですよそれも現代文で言っても普通はミスちゃってるんで、何作ろうかなって献立をね考えてちゃんとね順序考えて材料揃ってからぶち込むと。原稿用紙が鍋やと思ってくれたらいいですよね。これとこれとこれ入れるぞ、よし準備できた、じゃ正しいわけじゃないですか。いきなり書き始めてたらいきなりぶち込んで、あ多すぎた多すぎたみたいなね、現代文でもあるでしょと。これちょっと3分の1ぐらいにするつもりがなんか半分ぐらいいっちゃってるよみたいな、それだとやっぱ正しく作れないと。原稿用紙はお鍋だ、その気持ちでやってほしいですね。これ意識しないとね、はい、あやばい、こっち火の通りやすいこの具材焦げちゃったんだけどこれ火の通りもういいでしょう。もう料理の例えはいいでしょう。料理番組じゃなかったでしたっけ。そうそうそう、博多クッキング始まります。やらないですやらないです、半分過ぎちゃってましたね、はい、それはいいんです、うん、次何ですか。4冊目は古文から、はい、岡本里奈の一冊読むだけで古文の読み方の解き方が面白いほど身につく本。ヒカキンっぽくやらないでください。ちょっとこの参考書読むときね、いつもちょっとこの読み方になっちゃうのは、はい、まあちょっとすいませんって感じなんですけど、長いですからね。そう、なぜこれが70突破に必要なのか。例えば参考書ルートとかでも、うん、早いタイミングで取り組んでくれてるはずなのに、うん、それで70超えるのって今思ってる子は多いと思うんですね。1個いいですか僕、うん、これね古文を70超えするには一つ不可欠な要素があると思ってて、うん、はい、和歌攻略なんですよ。和歌、島崎和歌子じゃないですよ。誰も思ってない、わかんないよ今の世代の子はね、うん、そうですね。あの和歌やっぱりこう五七五七七で、うん、まあ、いろんな表現技法が組み込まれてて、まあ、省略とかものすごく多くて少ない字数の中でいろんな漢字が込められてて、うん、解釈がめちゃめちゃ難しいんですよ。僕一通り古文の参考書は調べました。どれが和歌について説明してくれてるかな、和歌の読み方解き方説明してくれてるかなって調べた時に2つしかなかったです、うん、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど1つは寸大から出てる古文解釈はじめの一歩。この本も、まあ、ちょっと古くから本でまさしく時代遅れな本でもあるんですけど、古文解釈はじめの一歩にも和歌の読み方具体的に書いてました。もう一冊がこの岡本里奈の古文の読み方の解き方分かる本の解き方パートでね、和歌の解説しっかりしてくれてたんで、和歌について悩んでる人もこれちゃんとやってくれたら分かるぞと、そういう一冊になってますね。ちょっと
けました今。和歌が分かるぞ、ね、かけ言葉ですね、うん、和歌の基本の一つなんですね、はい、それはさておき、はい、こう思う子はいるわけですよ、はいはい、やったよやったけ ど、 古文70超えてないんですよってね、今ね怒ってる子も、ね、はいはい、いると思うんですけど、うん、これはねなぜかというと、はい、それまでの参考書を完璧にした上で参考書を仕上げられれば、実は70超えも不可能ではないわけです。そうですね、うん、だから解き方パートだけでももう一回やり直してもいいかもですね。あとはね、どうしても早く成績を上げたいって思うと、うんうん、最初にやる単語だったり文法、うん、穴があったり文法忘れちゃってるなって思いながら取り組んでませんか、うん、とりあえず読むとなんとなくこうやってやればいける、解けるんだって思って模試に臨む。でもやっぱり基本的な知識が欠落してるから、なんかねこれなんだっけこの文法忘れちゃったで点を落とすなってませんかっていう話なんです。しっかりとした土台ができていれば、あとはこれでその運用方法を学んで75へ、例えば共通テスト形式であれば満点を取ることも不可能ではないという参考書なわけですね、うん、なのでもちろん基本がしっかり固まっているという前提でね、今回は紹介させていただきました。60取れてるってことは、まあ、基本的な読み方とか単語や文法はいけてるのかなと。で70の壁を超えるためにはその解き方の方を強化していってもいい段階なんじゃないのかなということで、和歌を例にねちょっと話させてもらいました、はい、最後、はい、数学からゴールデンルート応用編、僕好きな一冊です、うん、これどこが好きですか。ゴールデンルートっていう感じで、この問題をどうアプローチしていくのかっていう考え方が載ってるんですよ。正直偏差値60取れてますと、で70取りたいですってなった時、まあ、前頭記述模試で考えてますけど、思いつくかどうかなんですね。ある程度難しい問題が出てきた時に、その解き方、その解法が今までやってきた参考書の知識とちゃんと結びついて発想として出てくるかどうか、ここが勝負の分かれ目だと。でそうなった時に思いつくトレーニングの素材としてゴールデンルートの応用編はめちゃくちゃいいなと思ってて、問題の数も40題と少ないですし、その一問一問のプロセスですね、解き方がこう思いついたかどうかが、あのゴールデンルートって形で検証できるようになっていると。解法を思いつくトレーニングとしてぜひやってほしい一冊っていう風なイメージで思ってます。それまでこうなんとなく数学は得意ではあるんだけど、うん、まあ、どうしてもなんか本番で時間足りなくなっちゃうとか、うん、どうしても解けない問題が数問あって点数を落としちゃうっていう子が、これをしっかりと仕上げることによって70を突破していくっていうケースは多々ありますね、うん、そうですね。言うてもまあ40代なんで付け焼き刃的な感じにはなっちゃいますけど、解法が思いつくっていうのはつまりこういうことなんだっていうのを体現してくれているような参考書ですと。で演習量をカバーする意味だと、70以上の子だと、まあ、プラチカとかですね、プラチカとかで、まあ、文系の子だったら練習していってほしいなっていうような感じで、ちょっと文系数学に絞ってですけど、ゴールデンルートの応用編はいい本だなというふうには思いますね。今回はこの偏差値70超えの参考書ということで、うん、ちょっといつもよりねレベルが高い話をしてきたわけなんですけれども、うん、ぜひねみんなね高みを目指していると思うので、まあ、今回の参考書をうまく活用しながら70を超えて圧倒的な力で合格をつかんでください、はい、応援しています。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。